こんにちは、あるいはこんばんは、整体院ワンドグループです。ケツのアジャストね、見たでしょ。あの差分かりやすいでしょ。だから今まで一生懸命鳴らそうと思ってて、まあこれはね、俺のが自身がその指導方法がないことをやってるから気づくまで時間がかかったっていうのが、まあそれは申し訳ないんだけど、まあ、手首に乗せた状態から回し始めちゃってたから追い鳴らし食らってた。そしてこのねじる力が何もできてなかったってことなんですよ。でこれをこの頭が後ろからで顎の先端から前に持ってくることによって、この後ろ側を伸ばして、でそこにこう圧作るポイント、ケツ2番に届くポイントを作っといて仕留めると。もうこれでみんなもうこれじゃないですか。じゃあ誰から行く？はい。なんでみんなが旬には待ってたよね今。わかんないです。ね、なんか行けよっていうオーラをなんか感じました。ああそうか、もうお前だろうどうせっていう。シア誰と行くんですか？高井さん。じゃあ高ピット。じゃあ誰かカメラ買ってあげて。はい、肘浮かすとかね。よりによって難しいやつじゃん、これ。ん？これ難しいやつじゃん。なあ。右じゃなくなった？右ですか？うん。ズムの。あ、全部やってた。でもまあ一本一本ってとこか。左、そうです。まあちょっとどう？でも下手のなんか包み込まれ方がすごい良かった。シュニアが？はい。今までと比べて。ああ、やっぱりだからその圧が作れんだよ。うん。でなんか探りもなんかなんつうんですか、意味ある探り。探り良かったよ。うん。で探りはすごいいいんだよ。でそこで結構鳴らしちゃってて。そこのなっちゃったとこの緩みに対応できなかったりして追い鳴らし食らったりしてたんだけど、角度が変わるとその一回鳴って緩んじゃっても狙える意味が変わってくるから威力が全然違う。でそうこっちこうやって落として、でこれを、ま、回そう、ま、回したらここに乗っかって、で肘顎がこういう風にこう、ああそうそう、でこれが先に動いちゃう。こう来てここに圧が集まったら行く。すんげえ、これめっちゃ当たってたね。無視、全体に無視。肘もっとだね、もうちょっと。シーンがふんって顔してる。2本になったの？うん。あ、2本になったの？はい。こんだけ落としてって、これもっとここ。何違うんですか？頭の持ってかれ方ですか？あ、だからなんかこう意外と捻転ってこうやってやってんだよ。こうでここにこう当てつけてこう。でも旋回した時の角度がちょっと、まあ、浅かったからさ、深く回った感なかったと思う。だからまあ最初のセットの段階だと腕にずっとこう乗りっぱなしだったって感じですかね。あ、このこれが、あ、それ落として乗ったままのスタート、
今日動画見て今日やれっつって今日できたらもうお前は今すぐ店を出せって話になるからさね。よし次。もうなっちゃったよ。ちょっともうちょっと下半身力抜いてますで、こう角度変えないでこう、はい、でも完全に下手が回る今、はい、うん、ですね、こういっちゃいましたね。乗り越えて集まって枯れ、はい、僕めっちゃでっけえ鼻くそがある。え嘘くすこれ持ってくだけでなっちゃう。下動いてるんですよ。見て。こういっちゃったな。何今。耳、手と耳の首抜きになってたね。なんで左右ともなった前回は。右はなってない。右はなってないです。左がなってます。右はでもプーってなってる。ちょっと笑ってないでください。もう完全に下が動いちゃった。そうそう、下から行っちゃってる。あと下手がね、力んでた。ああ、うんうん。新しいことやると脱力できなくなる。病気なかります。そんな病気なんです。俺も同じ傾向。手冷た、うん。手冷たいんだよ。そこのクーラーのところで。肘上げて、肘上げて。ダメだな、力入っちゃってるな。顔も一緒になって食べちゃった。うん。でここら辺見て、ここら辺目線はここら辺。待って、もう浮いてんだって。これがもっとここに、もっとだからこっち、もっとこっち、あのこういうこと。肘を持ってかないで頭だけそっち持ってかない、はい、あ、そうあ、ごはん、え、今の顎の音？動かない。顎外したの。攻撃的だな。だって、わかるよね、今。わかるですか？このこっちにこうスライドして持ってくんだよ。あとちょっとヌルヌルするね。クレーム出ましたよ。クレーム出ました。謝ってください。さっきちょっと豚骨ラーメン食べちゃったね。嘘でしこう後頭骨がこう張り出してる、はい、そこにこれを引っ掛けんだよ、帽子球を。そうしないと、なんていうの、首太すぎのパワーありすぎで、うんうんうん、こっちのパワー入んないから、ちょっとこっち側に引くテンションをここで作る。
どっちもなってたね。はい、両方ともなってます。何が違いますか。まあ、全て違った。もう、そうなんです。まずもう誤差リラックスから。いや、俺もね、新しいこと分かんなかったですよ。これが痛かったもん。ああ、そっか。もう、あの中指と薬指が、あ、もう上のところ、これ差し込むんじゃなくて、送り込んだ反応でここに当てるってこと、はい、でも手が完全に浮いちゃった状態からどっちも始めてるんで、あ、そうするとやっぱまあ何を動画で見たんだいっていう話なんですよね。浮いちゃってるのもあるし、うん、あとこの探りの時も頭がジョリって上がってた。この特技だもんな。そう、ここで何ていうの、視点がなくなっちゃってて、うん、もう頭が全部こう動いちゃってる。で、下手がだから触れちゃってるんで、もう下にちゃんとついてこの視点をちゃんと作ってやらないと綺麗には入らない。次見たか、この間のモッチーのすごいいい感じだったから、あれこれから肘が入りすぎないようにこのままこうして肘をちょっとこう外に、あ、こっちか、もっとこれダラッとダラッと、そうそう、こうで位置が気に食わなかったらこれごとこう移動して、あ、これごとこう移動して、で自分が体のセンターからそういう場合はまっすぐ向いてたら反っても横に行ってもいい、で肘を立つ。もうちょっとさ、視界に何にも入ってなすぎじゃない？大丈夫？何も見てないよ。ずっとチンチン見てる。好きなの？ちょっと待って。ごめんね、うるせえなと思って。じゃあこうして。こうなん、そうそう、頭をつむじを頭に当てる感じ、相手の。もう一回っていいですか。今なんなかったの。はい、肘が入っちゃってる。こうなんですね。お、2番全然何もひがみっぱなし。どういう感じ。だよ、そのいい顔は。どうする、どうだったって。あの板さん、なんかここら辺に圧がかかるっていうか、こっち全然来てなかったんですよ。そうなの、こいつ何言ってんの。なんだろう、ここ本当に何もなかったです。下手のテンションが入ってないか、テンションがかかってる、テンションってなんかここに圧、うん、そうですね、絞られてる感じがしないというか、こっちのここを視点にすごいひねられてそんなわけにいいじゃん。いくらなんでもね。なんすかね。なんと足音ね。さらさらってやって、さらっと。さらっと。うん、適当に。はい。脱力して。板くんってほんと人がさ、うまくいかないときさ、めちゃくちゃいい顔するんだよ。すごい、そんなことない。しかも緊張したの。どっちも2番、3番、2番、3番で鳴らした。鳴ったでしょ。何違うの教えてあげて、一応念のため。1番は、あの回しきれてなかったと思うんですか。でね、なんかね、
あの急に猫がキュウリ見た時みたいにピカッてなってピカッてあれすごいですよこうやって終わった感じだから痙攣したみたいな、ひねるための動きをが入ってなかったよね、ちっちゃいですはい、はい、はい、次で肘を外に持ってって回す直前まで、こっちの肘外に持ってって回す直前まで手首を下にくっつける。で上から圧が入ってここに圧が集まってから下が動く。で浮いとるやん下って下手はくっつけたままよ下なんかあっちもこっちも考えると分かんないけど、なんかめっちゃだったな、なりはしたな、こっちですよね。で、そうこっち行くともちょっときつくなるし、だから頭をこっち持ってくる、うん、頭よりこうやって入り込んじゃってるとあの下から圧が作れなくなっちゃうんで、ちょっと浮かしてますよ。何かが違うな。右はなんなかったね。はい。下手の安定感がちょっと違うんじゃない？そうです。浮いちゃってる。浮いちゃってるとさ、こうこっちが体重抜き切らなくなっちゃう力を。あ、ごめん一つに乗せた。超むずい。なるほど。いや、持ってくとこまで良かったよ。肩が鳴りました。あ、首じゃないの？お前リアルな感じでやるね。動画的にはね、うまくいきました感すごい出るけどね。ちゃんと申告しちゃった。あ、そうだよね。大事だもんね。全然なんないですよ。うん、今のなったんじゃない、はい、ね、いやこれひどいな、ちょっと言わんど最強にひどいかもなんか痛くのひどさと違う、しかも R 超深めだもんね、うん、いいんだよ、うんとかなってない？なりました。なった。うん、で右旋回はなってないでしょ。いや、右もなってた。たと思います。ちょっとか。うん、え、右なったんだよね。こっちさ、2回目。そう。多分でもまあ左側の肩だったけど。なってたの。はい、肩か手首かなってました。パパンっていったの。こっちもいったの。肩に。肩2本だから、こっちとこっちでじゃあということで、そろそろ独立が待ってますから、そうモッチーの首やってもらおうかな。もうちょっと肘外に置いときたいね。首抜きやる気ないでしょ。いや、出ます。一生懸命。何違った？なんか、レッドさんのずっと肘、ここに乗ってる感じがあって、そっから軽くトンってやられてる感じ。
なんで後で締めてやるとか。そんなことないです。俺のはこう常に揺れてる。なんかちょっとね、あの左旋回ちょっと違うことやっちゃったんで、あのグン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 グってやって三半規管が何されてんだろうみたいな。もうやったんですか。もうやりました。それはずるいですね。じゃお前が一回やってるから隙を作るのがこれ。だまああのね、ちょっとかなりハイレベルなことをやってるんで、よくね世に出回ってるっていうか広告とかで出る首のケツのアジャストとはちょっと次元の違うことやってるんで、これができないから下手くそなどと思ったやつは死ぬね。ということでね、まあちょっと頭に入れて、でこう下手がつけた状態から始まるっていうね、このここにこう振ってる状態でここに集まったね、集まりましたをキャッチしてひねってひねってひねって一番押し返してくる位置に持ってって行ってから2本目が入ると、上手にグッグッドントンみたいな、こんな感じです。ご理解していただけたでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。